ああ、そうなんですね。30年ぐらい住むとですね、二重になってあの、これで深い顔になるかなと思って待ってたんですけども、未だにまだどこから来たんですかって、こういうふうに。なんかまあ喋り方もそうですけども、やっぱ名字で林田さんっていう、なんか沖縄でなかなか聞かなかったので、はい、どちらの方かなという気になってちょっと聞いてみたんですけど、福岡から、はい、遊びに来ていつくという皆さんに嫌われるような感じでおりますけどなぜなんか沖縄そして読谷村に、まあ、この沖縄サンパー岬ロイヤルホテルさんになんか勤めて、なんかきっかけとかあったんですか？そうですね、もともとは私ビーチボーイだったんです。ビーチで働いてたんです。あ、そうなんですね。はい、で、まあ、それから病院の方に移りまして、はい、まあ、結局は遊びビーチに遊びに来て、そのままビーチで働いて、でいつの間にか、はいはい、病院で働いているという感じになりました。なんかこの林田さんが、なんか見るこの読谷村のなんか良さとか、まあ、沖縄残波岬ロイヤルホテルの良さとか、自然がやっぱり素晴らしいですよ、ね、先ほどの鯨でもないですけども、はいはい、本当にホテルの窓から観光バス2台分ぐらいのやつが飛び上がるじゃないですか。あんなのも見れるし、はいはい、なんていうか、こんな緑の豊かな、はい、自然もね、いっぱいありますよね、はい、素晴らしいところですよね。はい、ぜひね今後も、はい、また沖縄残波岬ロイヤルホテルさんのね、情報を発信してい、きたいと思います。本日は両院部からですね、林田さんを、ゲストにお招きして、情報をお届けいたしました。お時間いっぱいになりました。ありがとうございます。喋りたいんですけどもまた、はい、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。写真撮ります。突っかかりました、ね。緊張しました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。はい。あ、さてですよ、さて。あ、さるしょね。はい。番組をやってる人に。はい。はい、行きます。行きます。はい。ポーズ。はい。もう一枚行きます。はい。はい。笑ってください。はい。ポーズ。オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それどうもありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。